はいどうも皆さんこんにちは、きなです。今回はですね、6周年のイベントがねもう間もなく来るというわけで、去年のねレジェンズ5周年にどんなイベントがあったのかっていうのを見ていこうかなと思います。でいつもねレジェンズの周年っていうのはすげえ石とかが配られてね、やっぱ皆さん石めちゃくちゃ欲しいと思うんで、去年にねどんだけ石配布があったんかっていうのも、そういう情報を見つけてきたんでね、見ていこうかなと思います。レジェンズ6周年までにねなんとチャンネル登録者さん様に行くことができて本当に嬉しいんですが、もうこれからもがっつりね動画投稿続けていくんで、ぜひともね応援してくれる方は登録高評価よろしくお願いします。早速見ていきましょう。はい、まずは周年イベントというより前夜祭のね、生放送の内容になりますね。同節10万人達成すると時の結晶500個プレゼントっていうのが5周年の時にはありました。で今年もおそらくこのね同じような形式の石配布があるんじゃないかなと思います。ただですね、去年のフェスティバルの時に同じ同節10万人のノルマっていうのがねあったんですけど、それ確か達成されなかったんですよね。なんで今回は少しハードル下がるんじゃないかなと思っています。まあ何かしらの形でね、前の時も500個入ってきてたはずなんで、まあまあほぼほぼ配布は確定でいいんじゃないかなと思います。で動画の内容とはあんま関係ないんですが、僕自身のチャンネルでも時間が合えば、生放送のねなんか同時視聴の配信とかもやろうかなって思ってます。せっかくの周年なんでね。はい、なんでぜひとも遊びに来てくれると嬉しいです。次行きましょう。続いて5周年の超感謝ログインボーナスといったわけでガチャチケットの配布があったんですよね。もうあんま覚えてない方もいるかもしれませんが、で内容が1日10枚最大で100枚のありがとう5周年 SP 確定ガチャチケットが獲得できるって書いてあるんですけど、これ SP100 体出たってことなんかな。ちょっと思い出そうとしてみたんですけど、ガチで記憶ないんですよねはい。でこのガチャに封入されていたキャラクター見とこうと思うんですが、はい、こんな感じとなっていますね。まあ無料ガチャなんでね、そんなにまあはっきり言って新しいキャラクターめちゃくちゃ欲しいよっていうキャラクターは当時からいなかったと思うんですが、まあまあまあレジェンズ始めたばっかりの人やったらね、それこそトスとかも増やせるし、全開覚醒のね、可能性のあるキャラクターがまあ結構育てられるっていうのは良かったんじゃないかなと思います。あと右端のねウイスとか母体でも手に入ると嬉しいですよね。でこれが1年アップデートされるとしたら、赤のパンとかも入ってくるんかな、通常 SP だと。赤パンとか、まあ他で言うとリミテッドだと4周年のキャラクターとかももしかしたらね、封入されるかもしれないんで、普通に楽しみではありますよね。そしてこちら、皆さん覚えてますか ?10 Days 1 Legends Limited ということで、10日間ログインすることによって、Legends Limited 1体確定のね、チケットがもらえるってやつやったんですけども、全4回かな。周年中にもらえたわけですよ。で、ステップ1とステップ2の、封入キャラクターがこんな感じになってますね。どんどん新しいキャラクターが出てくるようになるんですよね。そして3周目、4周目の、チケット消費になると、まあ、78とかも登場するようになるんですね。5周年の時の78って、まあ、あんま使われてなかった気するけど、まあ、次元とかはね、本当に今めちゃくちゃ強くなってますし、これも1年ね、繰り上げられるんだとしたら、今のタイミングで言うと、極八天使かな?極上天使のところら辺までは登場すると思うんで、結構いいキャラクター揃ってるようになるんじゃないかな。はい。なんで、普通に楽しみではあるかなと思います。そして、レジェンズアニバーサリーチューズデイということで、これフェスの時もやってますね。毎週火曜日にログインすることによって、特別なメダルがもらえて、で、そのメダルを集めると、いろいろ交換できたり、あと、集めることによってね、普通にミッションが、クリアされて、石とかリムーバーとかが手に入るって感じですね。で、これが、ミッションの方ですね。メダル持っとくだけで、まあ、もらえるよって報酬で、石が200個手に入ります。で、さらに、こっちですね、チューズデイメダルの交換所によって、石をね、交換できたり、あと3つ集めると、リミテッドマーチ100とかね。まあ、今回もそうなると思いますが、めちゃくちゃ美味しい報酬もらえるって感じになっていますね。続いて、5周年記念のアニバーサリーチャレンジってなってます。これ、アニバーサリーチャレンジって何かっていうと、今も開催されてますよね。ログインボーナスのあの、ルーレット式のやつですね。で、3日に1回豪華になるっていう感じなんですが、その豪華な報酬で言うと、ステップ3、このスライドに書いてあるやつですね。石100個もらえたり、あとなんかアイテムの詰め合わさったパックとか、リミテッドマルチがね、当たったりするということで、これ地味にね、めちゃくちゃ美味しかったんですよね。1回1回で言うと、報酬少なく見えるかもしれないですが、5周年の期間ってすごく長くて、もう丸2ヶ月ぐらいやってるんですよね。で、その中で、こんだけね、ログインボーナスがあるんで、知らない間にリミテッドマルチ1000個とかね、溜まってたり、石ね、1000何個もらえてるみたいなのが全然あるんで、本当にね、これはね、毎日ログインしてほしいなって思いますね。はい。はい、そしてね、今年も来ると思います。もう石の大好きな皆さんからすれば絶対覚えてるでしょっていう内容なんですが、ありがとう5周年のアニバーサリースペシャルミッションというわけで、5周年のね、記念メダルをたくさん集めることによって、時の結晶が最大4000個もらえたんですよね。
で4周年からこのキャンペーンってやってると思うんですが、もう当時はすごい衝撃でした。まあさすがにね、一番インパクトあるミッションだと思うから残してくるんじゃないかなと思っています。しかもね、これすごいのが、毎日ある程度レジェンズプレイしてたら絶対達成できるんですよね。周年1弾からねちゃんとやってれば、もう初心者の方とかでも全然クリアできるような内容なんで、そこがすごいなって思いますね。うん、まとまった石をね、プレゼントしてくれる、そういうミッションを設けるっていうのは本当にレジェンズ稀なんで、絶対ね、この期間は遊んでほしいなと思います。はい、そして毎年やっています。5周年のスペシャルストーリーイベントと言ったわけで、これね、楽しみなんですよね、普通に。確か去年の時は、悟空&フリーザでブロリーを倒す、そんなストーリーだった気がしますが、これクリアすることによって、大量のね、周年の記念メダル、そして石が500個手に入りますね。なんで、まあ絶対遊んでほしいんですが、普通にストーリーが面白いんでね、レジェンズの。うん。PVP めっちゃ叩かれたり、まあ運営のね、なんかその、試作とかがすげえね、レジェンズ叩かれたりするんですけど、ストーリーガチで面白いです、このゲーム。最高なんで、ぜひとも見てほしいなと思います。あと、個人的には、もしかしたらね、また悟空&バーダックみたいなね、オリジナルのタッグキャラクターが出て、そのストーリーがあるかもしれないんで、めちゃくちゃそれは期待してますね。はい、そんな感じで、ストーリー関連で石ももらえますと。続いて、無課金キャラクターですね。今年もまあおそらく1弾からぶっ放してくるでしょう。で、去年は宇宙代表のね、強化が1弾に入ったんで、この横向きのね、ブルーベジータとアルティメットご飯かな、が登場しました。どっちもまあ、そんな流行ったわけじゃないけど、結構おもろい能力を持ってたんで、まあそこそこね、活躍できるようなキャラが、今年も来てくれたらいいんじゃないかなと思っていますね。まあ周年の1弾は結構複数体ね、無課金キャラ、来ることが多いかなと思ってます。4周年の時も、あれですよね、クリリン天津飯悟空が来てたはずなんで、うん、宇宙代表の強化すごいですけどね。まあ、何かしらあると思います。続いて、ホイポイベントとなってますね。まあ、周年の時はよく来ているんで、皆さんご存知だと思いますが、去年の時あたりから、ちょうど去年あたりからですね、ホイポイが、もうレイドとかで入手できるっていうのが、まあ、ほとんどなくなりまして、まあ、ボーナスバトルでね、入手できるっていうのが、まあ、今回の形式になるんじゃないかなと思います。もしかしたら、いつだったっけ？フェスティバルの前だったかな？冒険してね、ホイポイ集めるみたいなのもちょくちょくあるんで、まあ、そっちは周年中に持ってこないと思いますが、まあ、とりあえずね、たくさんアイテム集めましょうって感じです。石の報酬とかも、ステップのね、一番の当たり枠に入ってるかもしれないですね。はい、そして5周年の超感謝決闘ですね。まあ、PVP の内容になりますが、これですね、いつものランキング報酬とかとは別にミッションがありましてですね、レーティングマッチを30回プレイすると、石がもらえたり、LL マルチもらえたり、さらにバトルランクの報酬ですね、到達することによって、石がね、もらえて、で、マックス555個もらえたらしいですね。まあ、5周年にちなんで555やと思うんで、今年は666来てくれるんかなと思っていますが、まあ、普通に期待ですね。うん。まあ、人とね、比べるんじゃなくて、自身のね、この遊んだ回数とか、バトルランクでもらえるのはめっちゃ嬉しいですね。さあ、これ覚えてますかね？もう周年と言ったらっていうのがもう一つありましたね。友達と二次元コードを交換して、シェンローに願いを叶えてもらおうということで、毎日3回までかな。まあツイッターとかでもできるんですけども、QR コードを共有して、それを読み取って、ドラゴンボールとかね、他の報酬集めようって感じのやつとなっていますね。で、これ、報酬めちゃくちゃ美味しくて、シェンロンのお願いで、石1000個がまずもらえます。まあ、選択になりますが、絶対石がいいと思うんで、石1000個もらえます。で、さらに、レーダーのね、普通の読み取りの、報酬として、確か500個ぐらいもらえたんじゃないかな。なんで、まあ、石1000個は確定で、そっからね、全部埋めると、まあ、1500個とか、もらえたりするはずなんで、ぜひともね、皆さんゲットしてほしいなと思います。はい。まあ、結構余裕あるように作られてるんで、1日、まあ、1、2回でね、最後までゲットできると思うんで、本当にね、遊んでほしいですね。そして、何年か前の、写真になると思うんですが、一応ね、この、シェンロンのお願いのやつ、置いとこうかなと思います。今年なんか、ポルンガとかになったりしないかな？どっかバトルであるんですよね。ポルンガで何回もお願い叶えられるみたいな。まあまあまあ、シェンロンのね、イベント自体は絶対来ると思うんで、たくさん遊びましょう。そして、これ5周年で初だったと思うんですが、新キャラクターのガチャのね、チケットが無料でもらえたっていうのがあったんですよね。で、何枚入ってたか忘れたんですけど、10枚10連引けたんじゃなかったかなって思うんですよね。うん。レジェンズの5周年の、2弾の時のオレンジピッコロとガンマの時が5枚ずつもらえた記憶があるんで、ゴクフリとか10枚もらえたんじゃないかな。
はい、って感じです。めっちゃ嬉しいですよね。これ今年も配布あったらマジで神だなって思うんで、マジ配布してほしいですね。しかも無料チケットだからって言って、あのしょっぱくなってるわけじゃなくて、確率変わんないんですよね。なので普通に他の LL とかも出たはずだし、目玉も全然出るし、通常 SP も出るしっていう感じで、本当にありがたかった記憶がありますね。こちらはですね、まあ今年あるかわからないですが、一応メインストーリーの豪華アイテムのスペシャルミッションですね、の追加が去年にはありました。で、5部クリアで石500個とか、13部クリアで700個ということで、一気にね1200個の石がもらえたし、リミテッドマルチも手に入ってね、結構嬉しかった覚えがありますね。まあかなりね、去年の5周年からもストーリーまあ進んでると思いますし、今年も何かしら追加あるかな、はいって感じです。あ、ちなみにですね、この石はスペシャルミッションなんで、あの一生保存できるんですよね。それがでかくて、なんか自分がね、引きたいなって思ったガチャの時に、その預金口座みたいに引き出して出すことができるんで、石上限とかね、関係なしに、まあ、何、好きな時に使えるっていうのがめちゃめちゃ良かったポイントですね。続いて、まあ、フラグメント大規模火災ですね。いつも通りですが、まあ、来るんじゃないかなと思います。周年なんでね。で、去年の5周年は、大規模火災やったんですけども、フェスティバルのやつ覚えてますか？はい、こちらですね。フラグメント超強火災っていうのがね、レジェンズで1回だけこれまでに行われたんですよね。フェスの3弾の時だったかなと思うんですが、これもしかしたらね、来るかもしれないですね。これ初めて開催された時にめったにやらないんで、ちょっと気ぃつけてくださいみたいな言ってたんですけど、まあ周年なんでね、フェスと周年はまあ同格やと思うんで、あーまあ来そうかなって感じはしています。はい、超強火災、大強火災、まあ何かしらフラグメント強火災来ると思うんでね、絶対遊んでほしいなと思います。フラグ強火災一番の神ゲーなんでね。ほんでこちらね、これエグかったですよね。ぶっ通しのアニバーサリーレイドということで、ぶっ通しなんですよね、マジで。各ステージにつき最大、石700個、そして合計で最大4900個の時の結晶が獲得できるぞと言ったわけで、1週間周期だったかな、周年の時は結構早かった気がするんですが、もうめちゃくちゃね、レイドのシーズン変わって、でその都度ね、交換所も更新されて、石がね毎回手に入るっていうイベントでした。マジでやばかったです。で、各シーズンリミテッドマルチとかも手に入ったと思うし、ほんでね、1日3回の限定報酬っていうのをちゃんと受け取ってたら、この勲章っていうねアイテムが手に入ったんですよね。で、勲章集めることによって、さらにねこんな感じの、なんか石とかね、リミテッドマルチ600とかも手に入って、くっそ豪華やったんですよね。はい、すごくない？なんでもうこのぶっ通しレイドだけで石がね5500個かな手に入るっていうような、ガチエグすぎ超絶神イベントがあるんで、本当にね、レイド回りまくってほしいなと思います。ちょっと、レイドのね、スパンがすごすぎて、あの、周回がね、常にしないといけないんで、結構きついんですが、まあまあ、最低限でもね、リムーバー以外の交換所カラスぐらいはね、やってあげていいと思うんで、本当に皆さん頑張りましょう。はい、そして、ワクワクアニバーサリートレジャーということで、まあ、トレジャーバトルですね、の、なんか、豪華バージョンみたいなんが、レジェンズの周年にはあったりするんですが、花束がね、報酬でもらえるようになるんですよね。あの、宝箱から出てくるやつね。で、その花束を交換することによって、石1000個とかが手に入ったり、あとですね、マルチ Z パワーですね、通常のマルチ Z パワーとかももらえたりするんで、めちゃくちゃいいイベントですね。で、これ確かね、忘れたんですけど、5周年中に、一回交換所のリセットがあった気がせんでもないです。はい、なんで、ね、まあ、1000個は確定として、一回リニューアル更新が入ったらまたね、さらに石1000個もらえるかもしれないんで、ちょっとそこは、曖昧ですが、期待しといてもいいんじゃないかなと思いますね。とにかくまあ、トレジャーバトルも毎日1回はやろうって感じですね。そして最後、レジェンズアニバーサリーチャンスタイムということで、これあれですね、交換所でなんかチケットと玉交換して、でトシさんがあのガラガラ引いて、で、玉出て、その当たりの玉と同じ番号のボールを自分が持ってたら、豪華アイテムと交換できるって感じですね。ちゃんと、がっつりね、当たってたら、リミテッドのね、マルチ1000個とか、まあ、石も大量に手に入るんで、結構楽しかったりします。はい。なんで、まあ、これもぜひ遊んでほしいなと思いますね。普通になんか、簡単なミッション手に入れるだけでね、クリアするだけで、このチケットもらえたはずなんで、しっかりね、ゲットしてほしいなと思います。まあ、周年1弾の開始からやるんじゃないかな。はい、そのわけでレジェンズ5周年ね、ちょうど1年前のイベント情報っていうのを見ていったんですが、こんだけ見てね、皆さん石ね、何個もらえると思いますか？はい、っていうのを去年の僕が調べていまして、そのスライドをね持ってきたんですけども、はい、ここに書いてある通りですね、計15,655個もらえたということで、すごくない？
はい、一覧で書いてます。まあ、中性メダルとかは、その交換の部分も入れてるんで、まあ、多少のね、その選択性っていうのはあるんですが、もうずらっと並べてね、こんだけの石手に入ります。しかも、シェンロンとかってさ、普通にレーダーで手に入る数入れてないですから、もうこれ以上もらえますしね。で、さらに言うんだとすれば、感謝決闘とかも PVP のランキング報酬って全く入れてないんですよ。なんで、これにプラス、石ね、1000個とかもちゃんとランキング取ってたらもらえますし、さらになんとなんと言えばですよ、これ、1段の生放送の情報しか入れてません。なんで、周年って2段、3段もあるから、これ以上にね、全期間で見たらめちゃくちゃ石手に入ります。ガチやばすぎるんで、ログインボーナスとかも入ってないしね。余裕でもっともらえるんで、本当にね、周年の規模がいかにやばいかっていうのがね、皆さんに分かってもらえるんじゃないかなと思います。細かいところで言ったら、レジェンズバトルロイヤルのね、石300個とか、あと、共闘のね、交換の、交換所の更新とか、あと、超時空決闘も、絶対周年中にね、3、4シーズンはやると思うし、地下の大会とかもあったりするんでね、本当にもう、K で見たらこれの倍ぐらいもらえるんじゃないかなって思ってます。はい、憶測ではね。なんで、ちょっとね、普段のレジェンズ運営やべえんじゃねえかって思ってる方も、周年の期間だけはめっちゃ期待していいと思いますね。うん。ハードル結構上げても、それ以上のもんぶっこんできてくれると思うんで、全然、はい、周年の運営は神なんで、まあね、うん、本当にいろいろな角度から石配布があると思うんで、生放送ね、皆さん一緒に見ていきましょう。はい、そのわけでね、今回は去年のね、レジェンズ5周年にどんなイベントがあったんかっていうのを振り返りつつ、まあ、石のね、配布数についてもいろいろ考察していきました。はい、まあ、こういう情報系のね、動画とか PVP とか、まあ、ガチャの配信とかもね、絶対周年中たくさん上げると思うんで、ついてきてくれる方はね、ぜひともチャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。それではご視聴、ありがとうございました。